さん、ゆか、ふん、すくさん、うろえ、まさふみさん。はい、はい、はい。私役目は終わりさ、ゲームのデスクもらっとけよ、そこどけよ、踊れ時代止めるようなダンスピッツ、まだ1と0のブレバーのデスクこそ意味を。そしてオリジナルアルバムとしては2年ぶりとなる本作マジックマッシュですが、前回とのそれについてご覧ください。前回は、まあ、セッション中心で作ってたんですけど、今回は後藤がまず初めにデモを持ってきたので、まあ、それを聞いて、で自分でその上にアレンジを加えていくっていう、いろんな楽器、ギター、ベース、ドラム以外の楽器をサウンドをふんだんに取り入れまして、クオリティの高いものに仕上がったんではないかと思ってます。今までになくこう、ギターのこうちょっとフリーな部分がこうたくさんあって大きい違いだと思います。詞を書き始める前にかなりね、独自のトレーニングっていうか、毎日3文詞を書いて、これはもう100編以上書いてましたけど、ボキャブラリーが増えたり比喩の種類が増えたりとかっていうのはできたんじゃないかなと自分では思ってます。はい、この曲のデモを初めて聴いて、曲が完成するまで一番苦労したことは、そうですね、この曲は、まあ、2曲を1曲で表現しているような曲だったので、そのまあ前半と後半をつなげる、どうやってうまくつなげるかすごく苦労しました。アルバムの中で一番こだわったポイントは何ですか？やっぱりなるべくシンプルに、ドラムパターンに関してはもともと後藤が持ってきたデモを壊さずに、そうですね、周りを邪魔しないようにやりました。料理が好きな伊地知さん、はい、料理がうまくなるコツを教えてください。男の料理って目分量で適当に作るんですけど、そうじゃなくてやっぱり分量って大事で、まあ、ちゃんと小さじ1杯だったら小さじ1杯、そういうのちゃんと測っておいた方がいいですね。それやるとうまくなりますね。なるほど、うん。小さじは何杯ぐらいが好きですか？いや、それ料理によるでしょ。今は小さじ何杯？今って今の気分、そうですね、まあ小さじ3杯かな。アルバム収録曲、はい、空に、この曲の PV は、はい、初めてお客さんを入れた撮影でしたが、はい、何か印象に残っていることはありますか？まあライブハウスでの撮影だったんですけども、ちょっと個人的に張り切りすぎちゃいまして、後でモニター映像を確認するときにみんなからちょっと動きすぎなんじゃないかみたいなことを言われて反省した記憶があります。はいはいはい。今回は、まあ、主に自分のパートのアレンジに集中できたんですが、あんまりこう何か やってやろうとか、あんまりそういう気持ちになりすぎないで、あくまで曲を良くすることを念頭に置いて、アレンジに集中してました。今日のファッションで、はい、一番こだわった
ポイントは、今日のファッションですね、あのロールアップですね、これここのボタンがロールアップのものなんだってことに最近気づきまして、めくったらこのピロピロがあったんで、あ、こうするのかと思って今日やってみました。いいピロピロですね。はい、いいピロピロだと思いますあなたの人生を変えたマジックリスクを1枚あげて、その理由も教えてください。まあそうですね、僕はやっぱりハイスタンダード、グローイングアップっていうアルバムですね。人生初めて行ったライブがハイスタンダードのライブだったんですけど、それを見てですね、バンドをやりたいと思いまして、まあきっかけにもなったそのアルバム、未だによく聞いてます。小学生の時に親にビートルズの LP を買ってもらいまして、音楽を自発的に自分で聴くようになったのはそこからだったなっていうふうに思ってるんで、やっぱりそれが今の自分の始まりだったように思ってます。布袋寅泰さんのギタリズム3っていう作品があるんですけども、当時ね、結構僕はラジオっ子で、布袋さんがラジオ番組やってたんですね。いろんなこう洋楽とか紹介したりとか、そこからこういろいろ聞くようになったところもありまして、キラキラしたロックンロールアルバムで、今でもねすごく大事に聞いております。僕はもうね、オアシスの Definitely Maybe っていうアルバムなんですけど、ね、すごい覚えてるのは1曲目のロックンロールスターは結構かっこいいで、2曲目のシェイカーメイカーすげえだるいのね、あの10代からすると。止めようかと思ったんだけど、3曲目に飛ばしてみたらリボフェバーってめちゃくちゃいい曲が入っていて、だからね、正直そのアルバムっていうか、ね、もう本当にリボフェバー1曲なんだよね。でそれで気に入って、その後聴いたら他にもねいい曲がいっぱい入っていて、マリッド・ウィズ・チルドレンとか、あともうスーパーソニックもそうだしね、ハマっちゃったっていうわけで、はい。アルバム収録曲マジックディスク、この曲はアルバムタイトルにもなっていますが、この曲を作っている過程で何か印象に残っていることはありますか？この曲はデモの段階では入ってなかった、スライサーというこうエフェクターを使って、ゴッチが、最後にギターとそのスライサーをつなげて、味付けというか録音を最後したんですけども、それがすごく曲の感じにマッチしていて、そこがすごくいいところだと思います。はい、そうでデビューする場合にはソロで、どういうバンド名を考えてました？そうだな、バンド名、ユニット名というか、ユニット名がいいです。ユニット名、誰と組んでしたユニット？山ちゃんそうだな、ユニット名難しいね。山ちゃんのソロだったらね、思いつくんだけどね。夢で高弘。アルバム収録曲、うん、マイブームと雨のビートについて、うん、この曲を作るにあたってイメージしたことや、なぜ管楽器を入れたアレンジにしたのかなど、制作についてのことをお聞かせください。最初にそのイントロのリフね、コードリフ、あれを思いついた時にこの曲は大きくなるなって思ったんですよね。だから僕はね、一番そのイメージしたのはフェスティバルとかの大きなステージね、メインステージとかで鳴らした時に多くの人と一緒に共有できるような大きさの曲を書こうと思ったんですね。やっぱりね、そういう曲ってなんかこう人をこう、なんて言うんだろうね、包み込むような
こう自然と集ってくるようなオーラが必要だと思っていて、バイブスっていうかね、そういうのにはやっぱりね、管楽器ってものすごいねエネルギーがねあるんですよ。与えてくれるというか、とってもカラフルになるし、こう生きていることとか生活していることとかをなんか肯定されるような、なんていうの、雰囲気がね管楽器からはね感じるんですよね。だからまあなんかそういうところからあの管楽器っていうのはね思いついたんですけど、はい、わかった、わかったか。こちらでなんだ、面白い。それ面白いね、今聞いて。ね、小さじ曲自体でしょ。もう小さじはもう小さじじゃ足んない。お玉6杯ぐらいですよ。はい。いろいろありますけど、ヤムちゃんが作り上げてきた数々のデモたちね、僕はあんまり意識しないで作ってたんだけど、まあヤムちゃんの曲なんかはスコーンと抜けるねポップな感じがあって、なんかヤムちゃんが3曲ぐらいまとまってデモをみんなに聴かせた時のなんかあの映像っていうのはすごい、あのね、スタジオのロビーね、とても印象深いですね。僕は33歳だから43歳になってるんですけど、まあライブはまだできる年なんで、うん、きっとやってると思いますね。まああと10年続けられればいいなと本当に心から思ってます。4人全員無事でいることを祈っておりますけれども、僕の髪型は変わらないと思います。変わらないか少なくなってるか。もしね、4人でそのまだねこう続けられてたら一番それがね素敵だなとは思いますけども、まあね本当にどうなってるかわからないというところもございますが、毎回ねこう新鮮な気持ちでできるのであればね、10年後も続いてるんじゃないかなと思います。思い通りにいかなくなるんだったら、あの自分たちでとどめを刺したいっていう気持ちは常に持って、いいものが作れるんだったらいつまでもやりたいけどっていう気持ちは、そういう緊張感はいつも持ってますね僕は。これつまんないけど付き合った方がいいんですかねこれ。はい、ファイナルアンサー。